管轄内で起きた連続詐欺実験手口から犯人は同一人物のはずなのに被害者の証言が全く一致しないとういうことださっぱり分からん、うん、実際に犯人と接触したのはこの人物だけこの人は電話のやり取りだけこの人はメッセージのみということはつまりさっぱりだ さっぱりわからん、うん、待てよ犯人は違う名前を名乗っていたと聞いたなある時は「呪ある時は「こん」ある時は又「猪の人間は偽名を使う時に心理的に自分の本名を一文字入れてしまうと聞くということはつまりののの,のいま呪このまん呪ろこのま,のこのこのまいさっぱりださっぱりわからん。 もしもし、どうしたえ犯人が捕まった誰犯人ちょっと、えちょっと待って、気づらないで <noise> さっぱりださっぱりわからんあーさっぱりしたいさっぱりとしたお米です青森お米 晴天の霹靂ただいまーあらあんたもう帰ってきてるの早いねうんあの今3歳もらってさそれちょっと配ってきてああ暑いね汗かいてさお母さんもうんあんたまんまく 大丈夫お腹すいてね。うん。あの、この間、ヒロ君のママと、あの、新しくカフェ定来たって。うん。そこにちょっとおじゃしに行くからさ、あんた待ってて。あの、お腹すいたらこれ食べれ。ネギ。これあれだよ。武器にしちゃダメよ。食べるやつだから。腰ばまねよ。うん。な、これ食べれじゃ。せばお母さんさ、ちょっとあの、時間ないから、ちょっとシャワーだけ浴びて、ちょっと汗粉流してくるから。うん。ほどなしすぐ捨ててな。 あだままで洗ってしまった <laughs> 汗っこだけ流そうと思ったのに気がついたらシャワーこうしてて <laughs> 鼻うだうだいながらこうしてたよな <laughs> あーまずいまずいと思って乾かそうと思ったのに今度リンスまでして待って <laughs> 四国確定だでもさっぱりしたさっぱりとしたお米です 青森お米晴天の霹靂うんうんまあ私はそのやり直す気はないからうんうん別れてからさ毎日電話くれるよねうんまあ私も毎日出てるけどうんうんそのやり直す気があるから出てるわけじゃないの。 携帯鳴るからで出るの。うん。うん。あ二2年前の夏。うん。楽しかったね。あのキャンプでしょ。うん。海行ってね。うん。花火したの。覚えてる。うん。この話、毎日してるよね。もう別れで1年経つのにさ、毎日このキャンプの話してる。うん。うん。楽しかったよ。うん。いや、笑ったのは、その思い出が楽しかったからであって、別にそのやり直したいからではないの。いや、だから、やり直す気はないよ。 鳴るからで出るだけだって。うん。明日も電話していいかって。うん。ご自由に。うん。いや、出るよ。出るよ。だって鳴るんだもん。鳴らすんでしょ、あんた。なんなの、その、出ないでって。鳴らさないでじゃあ。鳴るから出るの。鳴らなかったら出れないの。そういうことでしょ。なんであんたが怒るの鳴らせ鳴らせばいいってさ。うるせっけな。 出るからな鳴るうちは出る出るから出るから鳴るはイーブンっさっぱりしたいさっぱりとしたお米です青森お米晴天の霹靂 さっぱりしましたねえさっぱりしましたはいはいさっぱりしましたねやっぱりああこれはさっぱりだとあのー、自然とさっぱりという言葉が出てきましたねはいすいません男っぽくて <laughs> 普段は結構男っぽい感じでやってるんでこういう格好してるんですけどはいさっぱりしたかった体験はあ ですかね、難しいですよね。その時は思うんですよね。ああ、さっぱりしたかったって多分思うんですよ。でも時間が経つとやっぱり忘れるんですよね。ええー、難しいですよね。何ですかね。ええー、今ですかね。今、その質問を受けて <laughs>、ああ、さっぱりしたいって思いましたね。ええー、すみません、男っぽくて。はい。 それは自分が新米刑事だったときのことでいいですか新米デカだったときは、ああ、失敗しましたね。いろいろ失敗しました。はい。あ新米デカのときじゃなくて、あすみません。新米と聞いたらやっぱり新米デカのときのことかなと思ってしまって。ああ、そうですね。えー、ああ、仕送りもらってましたね。芸人になって最初の頃は。ああ、貧乏で。あ青森から仕送りをいただいてました。はい。すみません、男っぽくて。 はあ何ですかねホタテの耳ですかねとても好きであのホタテの耳って言ってもあ,のあんまり伝わらないんですけどあの地元ではホタテの耳と多分あの縁側だと思うんですけどねあればっかり食ってましたねあれの瓶詰めを食ってましたええ、ホタテを飼ってたこともありましたええ、ホタテが届くんですよね青森の人っていうのはお歳暮でホタテが大量に届くんです生きてるホタテがそれを飼い えー、そして耳を食うというあの、はい、非常に猟奇的なことをしました。すみません、男っぽくてありがとうございます。はい、こちらこそよろしくお願いします。いますみません、すみません、ふざけちゃって。